瞬時瞬時で自分で答えを出せるようになっていけば、瞬間瞬間でその新しい瞬間瞬間でその正しい行動を取っていけるはずだ。だからその理屈でいけば上達するかもしれないわ。わかんない。人間の能力って上がったりするのか上がったりしないのか。でも理論上はそう。さっきは 1v3 がちょっとダメだったな。進むの。自分の五感を信じ、狩りに明け暮れるのだ。すごい場所ね。行くわよ。ここ海外サーバーなんだっけど初心者ばっかりだね。初心者っていうかサーバーか。決めましょう。着地はここに。戦闘準備を。ディスキーパー来い。来ると確信すれば来る。ケアパッケージ少し待って。大丈夫。
欠点を相手に見つけることができるかな。相手の隙をつくことができて欠点をコントロールというか自分の欠点を守ることもできて、その欠点を恐れつつリスクを恐れつつその恐怖心に欠点を突かれる恐怖心に打ち勝つことができるかな。ということで誰かに狙われてる間違いないわ。そういう風になってると思うんだよね。これは私の。なんか賢い知識や今のそうだね、道具で勝利を収める人はそれに依存してそうなるはずだったのにと考えてそれで勝てないというか、どこか道具だけじゃ生まれきらず人力が必要なところが出てくるものだと。チャット GPT も結構まあいいんじゃないかって思うんだけど、日本語が下手とかあのアルゴリズムが分かんないからどうとも言えないんだけど、弾が欲しいんだ。ヘビーアームがいる。敵が近い。倒したい。シールドがない。回復できない。しかもおまけにこっちは不正。多然に無勢。26歳。独身です。じゃなくて、なんだ there are をちょっと待って、ロシア語で there are をなんていうかわかんない。トラップが仕掛けられてる。この辺りにトラップがあると思う。何ここなんだ。
欲しいね。